片親の貧乏人が贅沢なことを言うもんじゃないわよ。姑が作ってくれたカレーは、私の分だけ明らかに生ゴミのような匂いがしていた。そんな、贅沢だなんて。私がせっかく作ったんだから、もちろん全部食べられるでしょ。もちろんですよ。そうして、カレーをきれいに完食したのだが、それを見ていた姑は、どんどん顔が青ざめていった。私は、今年35歳になった、若菜、4歳年上の夫の後期と、結婚して5年になる。夫との出会いは、私が看護師として勤めていた病院に、患者として入院していた時、その時担当していた看護師が、私で話をしているうちに仲良くなり、夫が退院するときに連絡先を渡されたのだ。私も悪い気はしなかったため、定期的に会うようになり、付き合うまでに時間はかからなかった。それに結婚までもあっという間で、家族、友人にも祝福されたのを覚えている。もちろん私の両親、義理の両親も大いに喜んでくれていて、いい関係を築けているとその時は思っていた。結婚後も仕事を続けたかったが、夫の希望もあって専業主婦に。早く子供が欲しかったのもあり、仕事は夫、家庭は私という感じだった。仕事は俺に任せてくれ。だから若菜は、家事とか家のことを頼みたいんだ。うん、わかった。でも無理はしないでね。もちろんだよ。義理の両親も孫を楽しみにしていたため、想像以上にプレッシャーもあった。それが原因にもなったのか、2年経っても子供はできなかったのだ。なかなか子供に恵まれない状況に、しびれを切らしたのか、義理の両親の態度が一変することになる。初めて文句を言われたのは、年始の挨拶のために義理の実家に行った時だったと思う。孫はまだ。頑張ってはいるんですけど。あなたに何か問題があるんじゃない？私ですか？まさか後期のせいって言いたいの？いえ、そんなことはないですが。それにあなた、片親だったわよね。はい、前にも話したかもしれませんが、小さい頃に父が亡くなってます。だからちゃんとした教育も受けてないのかしら？こういった姑の文句や理不尽な言動が多くなり、挙句の果てに、お互いに信頼関係で結ばれていると思っていたのだが、夫まで私に原因があるかのように振る舞うことが増えた。また母さんから文句言われたぞ。頼むから余計なことはするなよ。余計なことって、私は何もしてないよ。誰のおかげで生活できてると思ってるんだ。それはわかってるよ。それに子供だって全然できないしな。本当に欲しいと思ってるのか？そんなの当たり前じゃん。後期も私のせいって言いたいの？いいから口答えするな。きっとこの時は、私に対する理不尽な暴言のつけを自分たちが払うことになるとは思ってもいなかったに違いない。この現状をどうにかできないかと考えていた。それから、夫や義理の両親の私に対する嫌がらせとも取れる暴言は続いた。姑もよっぽど暇だったのか、毎日のように連絡が来る。ちょっと若菜さん、後期にまた余計なこと言ったでしょ。そんなこと言ってませんよ。はあ、そんなんだから。じゃあどうすれば。ああ、そうそう、お父さんとも話したんだけど、せっかくだから産婦人科にでも行ってみてもらってきたら。ちゃんと検査してもらったことないんでしょ。それで私に原因があったらどうするんですか。そんなの決まってるじゃない。後期とは別れてもらうから。別れる？当たり前じゃない。そんな役立たずの嫁なんていらないわ。わかりました。今度見てもらってきます。まさか、別れるという話まで出るとは思わなかった。確かに子供ができることは重要なことかもしれないが、そんなにも存在を認めてもらえていなかったとは、絶望したのを覚えています。それこそ、ぐちぐちとこんなことを言われたら、誰でも頭が痛くなる。夫は仕事から帰るや否や、掃除はしたか、ご飯の準備はしたかから始まり、
子供ができないにはわざと私がそうしているんじゃないかと根も葉もないことばかりを言うのだ。姑から産婦人科に行けと言われた日の夜に夫にも報告した。お母さんから産婦人科に行けって。産婦人科？やっぱりお前が原因だったってことか。いや、それは行ってみないとわからないよ。ちなみに俺は行かないからな。どうして？子供ができない原因もわかってないんだから一緒に行かないと意味ないでしょ。なんだよ、俺が悪いって言うのかよ。そんなこと言ってないでしょ。お前が何を言おうが俺は行かないからな。そもそも行く必要ないだろ。俺に原因なんかあるわけないし、お前は暇でいいな。俺はお前のために働かないといけないのに。別に暇なんかじゃないよ。ああ、口答えできる立場じゃないだろ。わかったから、とりあえず明日行ってくる。はあ、お前と話してたら余計に疲れたからもう寝るわ。あとはよろしく。そう言って夕飯も食べず寝室に向かって行った。一番理解して支えてほしいはずの夫でさえこんなありさまなのだ。義理の両親ならなおさらだろう。そして翌日、私は本当に子供ができない原因が自分にあったらどうしようという思いを抱きつつも産婦人科に向かった。様々な検査を受けたが、結局私には明確な原因はないということが分かり喜んだ。特に異常は見られませんでした。安心してください、これなら元気な赤ちゃんも産めますよ。本当ですか？検査の結果ですから、今度は旦那さんも検査してみましょうか。そうですね、夫とも相談してみます。結果を聞いた時、涙が出そうなくらい嬉しかった。私には非がないと証明されたのだ。でもこのことをちゃんと話した方がいいのかな。家に帰る道すがらこんなことを考えていた。真実を話したとしても、それを受け入れず、また何かと因縁をつけてくるに違いないと思ったからだ。何せあの曰くだ、自分たちの非をそう簡単に受け入れるわけもない。だから私は、来たるべき日のために隠しておくことに決めた。家に帰ると、すでに夫が待っていて。今日行ってきたんだろう。結果はどうだった？ちゃんとした結果が出るまでには時間がかかるって。ふーん、そうか。まあ結果は聞くまでもないとは思うけどな。それってどういうこと？そんなの、若菜に原因があるってことだろ。まだわからないじゃん。結果が出るのが楽しみだよ。あ、そうそう、今度の連休うちに遊びに来いって母さんたちが言ってたぞ。そうなんだ、わかった。なんで私たちを誘ったかは理解できた。産婦人科での結果を聞くためだ。こうして私たちは夏の連休初日に夫の実家を訪れた。いらっしゃい、早く入りなさい。ご無沙汰してます、お母さん。そう挨拶しても、姑の視界には私という存在が映っていないのか、完全に無視されてしまった。はあ、覚悟はしてたけど、やっぱりきついな。それからも義理の両親と夫は楽しく談笑しているのだが、私は蚊帳の外だった。若菜さん、悪いけどお茶を入れてきてくれない？キッチンに用意してあるから。はい、わかりました。この家で私は召使いのような扱いだった。いつからこんなことになってしまったのか。それからも三人の会話が続き、姑が立ち上がり、そろそろお腹空いたんじゃない？豪輝の好きなカレーを作っておいたから。おお、いいね。久しぶりに食べたいと思ってたんだ。じゃ、若菜さんも手伝ってくれる？私たちはキッチンに向かったのだが、そこでも姑の暴走は止まらなかった。それで、検査の結果はどうだったの？まだ結果が出るには時間が必要みたいで、もう少しでわかると思います。ふーん。そういえば、前に言ったこと忘れてないわよね。別れるとかって話ですか？そうよ。ま、覚えてればそれでいいわ。じゃ、これをあっちに運んでくれる？そうして、おのおのの前にカレーが運ばれていくのだが、私の分だけがない。若菜さんの分はこれよ。ありがとうございます。
そう言って置かれたお皿を見ただけでおかしいことが分かった。お母さん、あの、これは？もちろんカレーよ。まさか私が作ったものは食べられないとでも？いえ、そんなことはないです。いただきます。くれだから、片親しか親のいない人間は困るわ。明らかに他のみんなと違う。これって腐ってるんじゃない？それに匂いもおかしいし。そして姑の方をちらっと見ると、早く食べろと言わんばかりにニヤニヤしていた。ここまでして私をいじめたいのか。そう思った瞬間、私はカレーを口に運んだ。もはや味なんて分かっていなかった。ただこれまでされてきたことに怒りが爆発したのだ。片親だからと馬鹿にされたのも原因の一つ。これで残したらまた何を言われるかわからないと感じ、完食してやった。どうだと言わんばかりに姑を見ると、さっきまで元気だった顔がみるみる青ざめていった。お母さん、どうかしましたか？あなた、本当に全部食べたのね。それがどうかしたんですか？え、だってそれは、昨日作って外のベランダにずっと放置しておいたやつよ。夏にそんなことしたら腐ってるに決まってるでしょ。そんなことだろうと思いました。分かってて食べたの？もちろん。自信満々に語る私を尻目に、夫も義父も驚いていた。そんな顔を今まで見たこともなかったので、思わず笑ってしまったのだ。何がそんなに面白いんだよ。だってそんな顔されたら誰だって笑っちゃうでしょ。お前な。で、それよりも母さん、どういうことだよ。違うのよ。私はからかおうとしただけで、それにそんな腐ってるやつ食べるなんて思わなかったし。そこまでして私に嫌がらせしたかったってことでいいですか？そんなつもりは。お母さん、もうそんなに嘘つかなくてもいいですよ。何よ、下手に出れば余裕ぶっちゃって。全然そんなつもりはなかったんですけど、謝る気もないみたいなんで、こっちにも考えがありますよ。それが何だって言うのよ。じゃあこれはどうですか？私はもしもの時に備えて持ってきたあるものがあった。それを夫と義理の両親の目の前に出すと。なんでよこれ。何って、今までのデータだよ。で、データって何のだよ。今まで私に散々いろんなこと言ってくれてたでしょ。妊娠できないのはお前のせいだの、片親はちゃんとした教育を受けていないだの、数えきれないわよ。じゃあその中に証拠があるってこと？さすがお母さんです。今までの暴言の音声データとかきっちり入ってますよ。あ、ちなみに今日のカレーのこともしっかりと録音してますから。ふざけんなよ。そう叫ぶと夫はテーブルの上に出した SD カードを怒りに任せて壊してしまったのだ。さすがコウキ、これで安心ね。そうだろう。お前は余計なことしないで言われた通りのことやってればいいんだよ。全く状況が分かっていないこの家族はなんて浅ましいのだろう。だからこそこの行動が面白くて思わず笑ってしまった。何笑ってるんだ。だってそんなことしても意味ないから。は？意味わからないこと言うなよ。まさかとは思うけど、さっきコウキが壊した SD カードだけど、それだけだと思った？そんなわけないでしょ。お前な、ちょっとどういうことか説明してちょうだい。さっきコウキが壊したのはただのコピーですよ。だからいくら壊そうが意味ないってことです。姑もここで観念したのか、絶望の表情をしていた。そんな姑を見かねたのか、ここまでだんまりを決めていた義父が口を開いたのだ。若菜さん、話を聞いてほしい。何ですか？ここまでの非礼はきっちりお詫びするから、ことを荒立てないでほしいんだ。だったらもっと早く止めてほしかったですよ。それは本当に申し訳なかった。お父さんの言いたいことはわかりますが、それで今までのことがなかったことになるわけでもないですし。そうなんだが。おい、親父も何言ってるんだよ。今さら謝るなんて。それに子供ができない原因は若菜にあるかもしれないし、それは俺たちのせいじゃないだろ。いいからお前は少し黙ってろ。なんだよ、親父は若菜の味方かよ。そういう話じゃないんだよ。ああ、それと忘れてたけど、
産婦人科の検査の結果は何も問題なかったから、元気な赤ちゃんも産めるくらい健康だってさ。お前、結果が出るのはもっと後だって。そんなの嘘だよ。本当のこと教えてもまた難癖つけられても困るしね。マジかよ。信じられないならほら。私は近くに置いていたバッグから結果が書かれた診断書を取り出した。こんな時のために常にバッグの中に入れていたのだ。私にも原因があるって思ってたみたいだけど違ったね。どうしてくれるの？後期も検査してもらった方がいいんじゃない？俺は大丈夫だよ。いいからお前も今度行ってこい。なんだよ、分かったよ。とりあえずこのままじゃ拉致が開かないので一旦実家に帰らせてもらいます。おい、ちょっと待てよ。ここまでされてさすがに一緒にいるのは辛いから、じゃあまた連絡するから。こうして私は実家に帰るため家を出ることに。夫に対しては辛いと言ったが全然そんなことはなかったし、むしろ今まで言えなかった分すっきりしたくらいだった。でもこれで終わりにしようなんて考えはなかったのだ。私の実家までは夫の実家から車でも1時間ちょっとの距離。ただいま。お帰り。でも急にどうしたの？実はさ、私は母に迷惑をかけないと今回の一件も話していなかった。しかしこれ以上あの親子と関係を続けていくのは無理だろうと思い話すことに決めた。母は私の話をただ黙って聞いてくれたのだ。一通りこれまでの経緯を話し終えると母は笑顔で私の決断を受け入れてくれた。私は早速あの家族に対する復讐の準備を始めて、最初にしたことは次の日に離婚届をもらいに行き自分の名前を書いたことだ。あとは離婚届を渡すタイミングをどうするかよね。そんなことを考えながら私はさらに夫を追い詰めるために夫の上司に連絡することに決めた。私に対する暴言などの話を聞いた上司は思いのほか落ち着いていた。なぜなら会社内でも夫の言動は行き過ぎることがあり、以前にも注意したことがあったのだとか。それでも治ることはなかったらしいのだが、まさか家庭でもそんなことをしていたのかと真摯に受け止めてくれ、対処すると言ってくれた。もしかしたら職を失うのもそう遠くはないのかもしれない。夫の会社に連絡をしてから数日が過ぎた頃、実家に夫がやってきた。さすがに出るのはまずいと思った私は、扉越しに。何しに来たの？何って、お前を迎えに来たんだよ。今は戻る気はないから帰って。本気か？私は本気だよ。それにこれ。お前、これ、離婚届じゃないか。そうだよ。私は本気だから。わかった。じゃあ今日はひとまず帰るわ。じゃあな。この行動には少し疑問があった。夫の性格からして、こんなにあっさりと引き下がるとは思えなかったのだ。事実この日を境にして夫は、私の周りをうろつくようになっていた。その様子はまさにストーカー。夫の上司が言うには、会社にも来ていないということだった。私が外に出れば、少し離れたところからついてくるのだ。話しかけてくる様子はなかったが、それでも何かされるんじゃないかという恐怖はあった。まさかここまで最低な男だったとは。結婚する前は違ったのに。それからも夫はよほど私に会いたかったのか、また実家に来ることがあったようだ。その時は私も母もいなかったからよかったが、後で近所の人が教えてくれた。私は母に紹介してもらった弁護士に相談することに。もともと弁護士に相談しようと考えていたため、ちょうどよかったのかもしれない。そこからの行動は早かった。弁護士を通しての離婚手続きや、夫一家への慰謝料の請求、すでに音声データなどの証拠を持っていたので、スムーズにことは運んだ。さらに私だけでなく、母にも危険が及ぶと思ったため、警察にも相談することに。間もなくして夫には、裁判所から接近禁止令が出たことには、ひとまず安心することができた。そこから一週間後、また状況が一変してしまう。俺が悪かったから帰ってきてくれないか。親父も母さんも反省してるってさ。
そんな留守電が残されていたと思ったら、また付きまといが始まったのだ。まだ実家にいた私は、警察の勧めもあり、ひとまずホテルに身を隠すことにした。姑も義父も反省しているとは言っていたが、だったら息子がこんな状態なのに放置しているのか。だからこそ早く決着をつけなければならないと思った。だからこそ私は姑に連絡をすることに。この時私が義理の実家を出てから約1ヶ月ほどが経っていた。お久しぶりです、お母さん。あなた、若菜さんなの？そうですが。後期のことなんだけど。私もその件で連絡したんですよ。あの子は私たちの言うことを聞かないし、私たちも困ってるのよ。お言葉ですが、困ってるのは私の方ですよ。それを分かって言ってますか？それは分かってるんだけど。だったらあなたたちで何とかしてください。今日はそれを言いたかっただけなんで。ちょっと待って、お願いだから。残念ですけど無理です。私は今までされてきたことを許すつもりはありませんから。あなたは少しでも私たちに恩を感じてるなら少しくらいはいいでしょ？それはお母さんたちが困ってるからそう言ってるだけじゃないですか？私たちがここまで言ってるのに、ちょっと待って、父さんもあなたに言いたいことがあるって。早く電話を切りたかったけど、まあいいか、言いたいこと言ってやろう。私から言いたいことは一つだけだ。何でしょうか？後期とやり直す気はないんだね。はい。私の決心は揺るがないので。はあ。ただ頼むから、私たちにあまり迷惑がかからないようにしてくれ。今でも十分に迷惑してるんだ。これは、君たち夫婦の問題なんだから。少しでも義父のことを、まともな人だと思った自分が嫌になった。後期の父親なんだから、当たり前といえば当たり前なのだが。それは何でも、無責任じゃないですか。後期も原因ですが、あなたたち夫婦が私にしてきたことを忘れてないですか？いや、そんなことはないが。後期とは離婚して、慰謝料も請求するつもりですから。それとあなたたちにも請求するつもりで、弁護士にも依頼してますから。ちょっと待ちなさい。私たちは関係ないだろ。全然そんなことないですよ。私がこれまでにどれだけの精神的苦痛を受けたと思ってるんですか？とにかく証拠もありますし、残念ですが諦めてください。そうか。だったらこちらにも考えがある。そんなことしてただで済むと思うなよ。どうぞご自由に。その言葉をそのままそっくり返します。それじゃあ。私はそう言って電話を切った。今までは遠慮して言いたいことを言えなかったが、言ってやった。慰謝料を請求するだけでいいかと考えていたが、あそこまで言われたら私も引くわけにはいかない。復讐の一つとして、まず考えたのは、義父の働く会社に密告することだ。幸い勤め先は、夫から聞いて知っていたから、すぐにでも報告してやる。しかもその会社というのは、私の友人が働く会社だったのだ。友人にすぐ連絡して、今までの私に対する暴言の数々の音声データを、会社の重役に渡してもらうことを約束した。出社したら、さぞ驚くことだろう。もしかしたら、クビになるかもしれない。そう考えたら、笑いがこみ上げてきた。親子で職を失うなんてことになったら、それこそ笑い者になる。あと私がやることは、慰謝料を受け取るだけだ。義理の両親は、未だに夫の行き過ぎた行動に悩まされているようだ。実際夫の実家周辺では、夜な夜な男がさまよっていると噂になり、それが夫だとバレたようだった。おそらく私を探してのことだろう。岐阜の会社への密告については、友人の話によると社内でも噂になり、自主退職したそうだ。結局地元にも居づらくなり、夜逃げ同然で引っ越ししなければならなかったと人づてに聞いた。あれだけのことをしたのだから、当然の報いだろう。時々義理の両親から連絡が来ることもあった。後期を止めてほしい。私たちの話を全然聞いてくれないのよ。若菜さん、頼める義理じゃないが、後期を何とかしてくれないか。もちろんそれに答えるわけもなく、速攻で着信拒否。その後どうなったかはわからない。きっと大変なことになっているのだろうが、私にしてきたことへの罰に違いない。もちろん、
夫とも正式に離婚が成立した。もう関わらないで済むと思ったら、こんなにも心が軽くなるのだと思った。家のことなども全て私がやっていたから、これからは何もできないだろう。もう愛情も同情もないのだ。ざまあ見ろとしか言えない。一方の私は、しばらくは実家の母と暮らしていたが、新たな環境を求めて引っ越しすることに。そこでの生活は新しいことばかりで毎日が充実している。看護師としてまた働くことができた。これから教訓にしたいと思っているのは、患者とは必要以上に仲良くならないことだろう。もうこんな思いはしないように。ナレーターの千尋です。なかなかの旦那さんでしたね。やっぱりね、子供ってどうしても親の育て方が影響してきちゃうから、十分に気をつけたいところですよね。どんだけ奥さんに執着してるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。